こんにちは、みです。第1回ワンセットジュンブライドガチャ対決、イエーイ、やってまいりました。やってきましたね、ワンセット対決、今月2回目ですかね。はい、今のところ、1勝0勝で、まあこの勝負にかかってないかもしれない、わかんないかな。結構かかってるんじゃない？あとだって今月なんかコラボとかねポンと発表されたらあれですけど、あ、まあ、これが今月最後のガチャだったら、はい、これで勝負が決まると。2-0になったらだってあと2回もガチャ来ないでしょ。ちなみに罰ゲームは、焼肉を食べれるんだけど相方はカメラマンに徹するっていう罰ゲームです。いやなんだよ、最悪だよね、最悪。はい、ということでそれをかけて、はい、本日はジュンブライド、ワンセット引いていきたいと思います。しゃ、回転、はい、今回星9から4まであるんで、うん、結構いっぱいあるんですけど、分けてますね。星9、はい、6点、はい、星8、はい、5点、はい、星7、4点、はい、星6、3点、はい、星5、2点、うん、星4、1点、はい、という回転になっております。妥当ですね。はい、でも星9引いたらほぼ勝ちのような。そうっすね、まあでも 1% だからね、星9今画面に出てると思うんですけど、はい、1% が3体、うん、3%、 星8も 1.5% だしね。で今回もジョーカーシステム、はい、入れたよ、入れております。入れたよ、出たよ、はい、はい、で今回はですね、男キャラ全員ジョーカー。まあこのガチャにおいて男キャラはジョーカーみたいなところありますからね。しげさん毎年言ってるよね。そう、アップバンクの頃から男とかねリアクションが、そう、はい、今回は男キャラ、ラー、明智、イザナギかな。はい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 、星5の明智と星6のラーと星7のイザナギ、なんかさばらけてんだよね。いい感じ、いやらしいことにまた、これを引きますとマイナス2点となりますので、明智出そうだな、ラーも出るんよな、出るんだよな、もう毎年引いてるからわかる。で今回、はい、前回からあった宣言システム、うん、はい、宣言したキャラが出たら得点が2倍だよっていうシステムを今回も導入しておりまして、はい、例えば、あれですか、ゼラ引きますフンってやってゼラ出たら12点ですか。そう、えぐい12点はいい、えぐい。でもこれでできるのは3回までで、はい、よろしくお願いします。ワンセットの中で3回まで、はい、はい、じゃあ先攻後攻じゃんけん、大小はブンじゃんけんぽいしょ、くっ、ここで参ります。先行しげしげ、はい、1回目、結構ね、後半で失速するとかもあるからな。絶対に負けられない戦い、はい、声がで、声でかくない、星何、8、いきなり西色や、よしよしよし、すごいな、絶対に負けられない。男、はい、どうも男でーす。男、イザナギ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 、はい、わーい、バカ野郎絶対に負けられないのでっか、なんでな、いい仕事してんな。男はやめー、男、ダイヤー、セイ、よっしゃー、声バカでかいじゃん、ほらマジで左耳が死ぬんだけど左耳が死ぬよー、しゃおらー、まあでも強くない、今は強いけど、うん、まあ、イザナギもね、男じゃなかったらさ、だってもう8、7、9ってきてるよ、これ無課金だったら大歓喜よ。そうだね、いい引きしてんな。まあ、まだ3回目だから、絶対に負けられない、絶対に負けられない、耳塞いどこ、はい、はい、おっと、悪くない悪くない、ラー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 、やめてやめて、オッケー、カノタン、はい、しゃー、おら、バケロー、出るなぁ、いや、ダイヤからのラーダメじゃねやばくね本家のラー武器みたいな性能になってくれたらよかったけど、確かに、
さあ、6回目かな。いいよ、男2位です。ダイヤ、はい、からの、さあ、いただき、はい、よし、8?7かな。ダイヤ率いいよ。本当に左耳が痛い。はい、あ、見つかった。セイフ、はい、よし、シンプル欲しいやつ。うるせえ、シンプル欲しいやつ来た。よかったっすね。ダイヤ率良くない。いいけど絶対負けらんないんだって。気合で勝つしかないんだよ。はい、しょ、7。ペルちゃん、ふみちゃんがどんどん逃げていくもんね、さっき横に。本当にすごいよこれ。隣で聞いたら、実際多分めっちゃね、音割れてると思うんだよね。調整しているでしょ。はい。はい、めちゃめちゃ調整するよ。よっ、え、ダイヤしか出ないんだけど。バーカー、ででーん、あの編集いいっすね。あざす、あざす。3回出てるよ男。全国のラーファンには申し訳ないけど。はい、お、これがあるんよ。こっから失速の可能性1。さあ11回目、失速あり。やだよ、失速あるよ、やだよ。わあ、来た。まあ1銀ならね、男いないから、まあまあ1だけど、1点でも稼いでこう。12回目、はい、うわ、どう、失速した、完全に失速した。イザナギしか出ないじゃん。イザナミか、どっちも言ってんだよ。かわいそう、男じゃないのに怒られてる。おいしい。はい、よし、これだ、有利。おー、8、いや、7です。はい、ダイヤしか勝たん、コトン、勝たん、コトン、勝たん、コトン。あー、バステ島もまあ悪くはないんですけど、パール良くなったよね。おー、悪くはないけど。セイ、あー、金はダメだって。開けちゃオッケー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 。ルカタン、ルカタン、じゃあ宣言してなくない。あ、あと何回。なんで言ってくれなかったの。今気づいた。どうする、じゃあ2回までにする。あ、ありがとうございます、助かります。すいませんでした。じゃあこのラスト2回で宣言してもろて、絶対に負けられないということで、有利。もう自分に今季が訪れなくてもいい。ありったけの人生かけてるじゃん。ありったけの今季をこの指に。ユーリと結婚、ユーリ、よいしょ。わー、似てる、似てるね。水だからね。あぶねー、似てるね。あぶねーけど引きがいいな。やっとこれで武器も作れる。ラスト1回、男は黙って有利で、いや有利でさ、2倍で当てたら勝ちじゃない。ほぼ私も当てる可能性あるか。ないから。なんで、ありったけ、イザナギ、はい、し、頼む、バカ野郎、バカ野郎。いいオチでした。集計、しげしげの得点、はい、31、31、アイスクリーム、オッケー、センキュー。高校、ふみ選手。え、なんでそんな静かなの。急に静かな、呪いを念じてる。急に静かになるやん。なんか女の子は女の子よ。めっちゃ出るやん。もう大丈夫。めっちゃ出るやん。もう大丈夫だみたいな。2回目、明智って煽ろうとした。違います、謝って、かのちゃんに。明智ごめん。ダイヤ率強くない。はい、お、パール、あ、パール強くなった、パール強くなった、パール、ダイヤ率、よし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 、資金は1。でもイザナミ3連してるから、そうね。まだ大丈夫、マイナスを引かなければ結果的にトータル良くなるよね。はい、
れあきちあきどんどんいくよ。はい、ダイヤダイヤダイヤし、うん、ゲはいあきちあきちあきめっちゃ出てくる。あきち出ないね。あきち出ないラーは出たけど珍しく結構見るけどな自分ぐらいの人。イザナギ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 あれすげえ出ない偏りがすげえんだよ。もういいんだけどな入社難民の人発狂しちゃうよ。でもいるだろうね、うん、交換もない確定もない。すっ9回目イザナギ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 あーごめんさつちゃん月は7かな7っすね。男が出てないマイナス出てないの強いな。やっぱ女の子には女の子なのよ。関係ないし関係ないし男だから男が出る。有利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 イザナギイザナギイザナギセットは6か。じゃあ次宣言しますわ。はい何すかエビシャで。それはないよエビシャで出ない出ない。ここまで偏ったらワンチャンあるよ。出ない出ないエビシャエビシャイザナギ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 よしはい、ダイヤ無駄にした。まだ1回だから許そう。シンプルにイザナギもういらんダイヤ詐欺だよそれは。ケッチあケッチあケッチイエーイラいやもう星球出したい。星球あケッチ星球だってあケッチマジでやめてマジでやめてあケッチあねえおえ金怖いね金怖い。すげえ星球を出すんだ。ユーリ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 あっけっちおーいいあっけっちあっけっやばい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 怖いやばいあっけっちあっけっちあっけっちイザナギイザナギ7だっけ7さあラスト2回ユーリこれ怖いんです。堅実な銀どうしよっかな。やっぱここは有利有利でしょう。有利かな、うん、じゃあ有利で有利で誰順に点ね。はい出るわけないんだよ。ティーンティーンテテテテテ出るわけないんだよ出るわけないんだよ出るわけないんだよ。サイレアやん引き強ない引き強い。僕も良かったんだけど超えてきた超えてきたね。さあ、集計はいはいということで、発表してください。私の得点勝ちです。勝ちですよ。これで、焼肉かくほぼほぼかくラーとイザナミは嫌いです。もう一回巻き戻して、あのこの辺で喜んでるチゲさんお送りしよう。おー、でもダイヤセイよっしゃーやめようやめようよ。いやーでもまだ山本さん今月あと2回3回ガチャ開催して来ないだろうね。あと 2、3回あと1回だったらどうするか。1回だったらもうやんねえす。あ勝ちじゃんもう、はい、やった勝ち内定あざす。いやーまあでも星9引けたしいっかウィナーえウィンナーだったんですか。チャンネル登録、高評価、面白かったら高評価よろしくお願いします。それではさよなら。